定しないです。まあ普通にまとめて、まあ普通にシュート止めるって入れさせないのもそうですけど、まあ何か何かとか運であったり、まあそうやって威圧感与えたりとかも全部含めて、まあ、失点しないキーパーが一番いいキーパーだと思います。ちょっとみんなとは論点ずれるんですけど、正面キャッチがうまいで、何ですか正面キャッチが上手い人って、多分正面キャッチってのはキーパーの技術の中でも正直一番難しいかなって自分の中で思ってるんで、まあ、それを積み上げられてきてる人ってのは他の監督も多分積み上げられてると思うし、で正面キャッチみたいな地味な練習できてる人は耐えるっていうか地味な練習もしっかりこなせるってことでメンタル的にも強い選手なのかなって、そういうキーパーがいいかなと思います。シュートを出せないキーパーがいいと思います。ペロもやっぱり失点しないのが大前提なんですけど、まあ、シュートを打たせないことによって、失点する確率ってやっぱり下がると思うので、まあ、その危機管理能力とか予測とかを含めシュートを打たせないキーパーがいいと思います。売れないメンタルキーパーは本当にメンタル、気持ちの部分が大事で、もう調子良くなるも悪くなるも本当気持ち一つですごい変わるんで、全然いつでも同じような気持ちでゴールを守れるずっとそういう風に見えるキーパーが、まあ、いいキーパーかなとあるじゃないですかね。その本当に気持ちが乗ってる時とか打たれたシュートが結構自分の気持ちいいところに飛んできたりとか、それで結構ずっと止め続けられるみたいな、まあ、そういうことはあると思います。はい、いいですか。はい。手の日焼け。保険なのそれ。いいですね。やっぱキーパーしかできない。グローブ焼けですね、要は。夏とかはすげえわかりやすいんですけど、やっぱグローブって。そうじゃないですか。もうここ真っ黒でここ真っ白で特権です違うユニフォームを着る。おーおーおー高所でーすはい、まあ、トリニタは青なんで、トリニタからは青なんですけど、まあ、赤とか黄色とかも着れるっていうのは、はい、すごい特権だと思います。いやフィールドと一緒の着たかったっすねちょっと待って、ちょっと待って、なんか孤独感あったっす一人だけ違う色のユニフォーム着れて、もう僕はもう目立つのが大好きなんで、一人だけ違うユニフォーム、鮮やかな色を着れるっていうのはキーパーの特権だと思います。そうですね、でもやっぱり目立った方がやっぱなんとなく相手からなんか見たら威圧感あるじゃないですか。そういうのはあるんじゃないですか。やっぱ蛍光色やっぱ好きだし、今年の黄色とか、まあ、赤も結構ずっと好きだし鮮やかな色の方がいいですね。結構なんかそう緑とかちょっと残念だ結構思ってます適当なことは見つかんないですけど、勝ち点を取るか取らないかを、まあ、決めるってことですけど、まあ、かかって真面目やな恥ずかしい。結構王道なんですけど、まあ、キーパー失点しなかったら負けないみたいなとこあるんで、まあ、試合を決めれるっていうか、勝ち点取るか取らないか決まるのがキーパーの特権かなって思います。いいですか。はい。サムのことをシャムって呼んだの覚えてるか。これ一時期キーパーの中で流行ったんですけど、練習中の何でしたっけ、シュートか、サムがシュート打ったの、その時に、あ、シャムみたいな俺と西川で、まず、この太郎のこと見たら、太郎も笑ってて、シュート見せてました。見せてた、見せてた。あれ、覚えてるかな。それ、その前に指摘してなかった。違うんです。でも裏で西川、太郎が調理してました。いやいやいやシャムのことでしばらくシャムって思ってよくないですか。ですから後で締めてください。じゃあこれちょっと聞いておきます
ボクシングなくす。一緒かボクシング。一緒か。まあとりあえずボクシングがマジきついんで、結構しかも筋肉痛残るんで、やったら途中で手動かなくなるです。めっちゃきつくて。あいつのことによって何がこう得たものかって何なんですか。その質問。この質問は私ないわけです。カットする。今のはたくさんあります。ずる。いいキャラ戻してる。あれよな。まあ確かに気持ちっすね。得たもの。メンタル的に強くなるです。西川と一緒ですけど、ボクシング廃止です。初めの2、3ヶ月は夕方なんか頭痛くなって、ちょっと体に異変が生じてたんで、マジで自分、俺自身も耐えれるか心配でした。はい、よしさんね、体幹を鍛えた。腰痛ひどいんですよ、よしさん。で、すんごいいつも悩んでるんで、とにかく体幹を鍛えた方がいいですってずっと言ってんすけど、腹筋は苦手やねんって嫌やねんって言ってて、あ今しもさんがめちゃくちゃ筋トレしてるんでそれと一緒にやってるんですけど、なんか上半身ばっかりゴリゴリになってきて、で腰はまだ痛そうなんで、ゆさん腰は体幹っすよって言ってるんですけど、まずは体幹鍛えましょう。まあギリギリ取れたかあるんじゃないかなと。めっちゃ真面目な回とめっちゃふざけた大喜利の回みたいなやってもいけるんじゃないかなとこのメンバーなら思いました。じゃあ来年も年末企画していいですか。そうっすね、来年、いや年明けぐらいにやれるんじゃないかな。